こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。いやー、今日も暑かったね。まあ、暑い日が続いておりますけれども、今日はね、11時から木場ってありますよね。あれは東西線ですかね。それで木場の駅からまあ降りても5分くらいのところなんですけれども、レインボータウンFM という FM 局がありまして、まあ、ここでね月1回、生番組を持ってまして、午前11時から11時半まででございます。今日もそこに行ってまいりましてね、平林さんという方が全部、MC やっておりまして、それから三田教官がゲストで大体出るというそういうパターンの番組でございます。まあかれこれもう1年くらいやってるんですかね。でも月1回だからね。だからまあね、このねラジオでやって、まあいろいろね曲かけたりいろんなお話はしてるんですけれども、まあねやっぱりまあコミュニティ FM ですからね、そんなにその電波の範囲もね広くないし、だからまあなんていうのかな、これはやはり、まあクリエイターとして、それからまあ表現者として、やっぱりこういうね媒体でいろいろとねこう自分がお話をしたり、自分が作った曲を、そこでかけたり、するというね、そういう一つのですね、なんていうのかな、まあいい意味でのまあトレーニングっていうんですかね。それはもうね別にその真剣にやってますから、公共の電波でございますので、まあやはり1年やってきますとね、なかなかねやっぱり、その月その月のね何をどう話したらいいかっていうのもね、まあやはりまあ旬のお話をねするのが一番だと思いますけれども、まあそんなことで今日は午前中木場の方へ行ってまいりました。まあそれとこのイベントがねなかなかこのコロナが収まらなくてですね、いろいろとねやっぱりこう予定は入ってくるんですけれども、入ってくるんだけれども途中からねこう緊急事態宣言とかこう出されちゃうと、やっぱりまた全部それが飛んじゃうわけですよね。これはねなかなか、大変でございますね。毎度言っておりますけどね、まあやっぱりこうねいろんな業種によってこのコロナの影響がね、まあ多くの業種がねやっぱりいろいろと影響を受けてることは確かだよね。まあこのね音楽業界もいやー深刻ですよこれは。本当にね、まあね去年のまあ2月くらいからですかね、こうコロナのね話がどん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 出てきたのが、でその頃はね、まあガーッといろいろとねこうコロナってそんな大変なあれなんだっていうねそういう不安感があったりしたんだけど、まあいろいろあっても1年くらいで収まるんじゃないかなっていうね。そういうなんか不安の中にも期待感ってありましたよね。だからいろいろとねこうやっぱりビジネスが止まっちゃいましたのでね、いろんなやっぱりその金融機関なんかもねいろいろとこう融資の問題とかもろもろあったりして、やっぱり非常にねこうまあ条件的には、緩い状況で、まあ始まったわけですよね。でも大体ね1年間くらいは緩い状況なんだけど、1年くらい過ぎたら収まるんじゃないかなということでね、それでほとんどのねその金融機関とかがいろいろとまあそのコロナの特別融資とかですね、いろんな補助金の問題とか出てきたわけですけれども、まあ1年経ってね、だからあれですよ、今度ね例えばこのいろんなねこう融資の問題なんかにしても、1年は非常にこうね緩い条件だからいいんだけども、1年過ぎた後からはね
また普通にこう戻ってくるわけですよね。でも今1年過ぎてね、この状態でね、普通に戻るって言われてもね、これどうにもなんないよね。これはだから、ね、音楽業界だけじゃなくて、ね、例えばその飲食店だとか、まあ、旅行、ね、観光の、まあ、業界だとか、本当にみんな困ってると思いますよね。で、なおここに来てですね、このなんていうの、デルタ株っていうんですか、これはまたワクチン打ってもまたね、伝染しちゃうっていうんだからね、これだからやはり、まあ、日本政府はね、本当にね、やっぱり強いメッセージを出さないとね、やっぱりそのね、なんていうの、こう、緊急手当的なね、今こうだからじゃあ、ね、来月からどうしようとかっていう、そういうね、やっぱりやり方じゃこれダメだね。思い切ってね、やっぱりどうするかっていうことをね、決断して、それでその強いメッセージをね、やっぱり国民にね、やっぱり出していかないとね、これどうも収拾つかなくなっちゃうんじゃないですかね。やっぱりね、まあ、総理大臣が悪いとか政府が悪いとかね、例えば東京であればね、都知事がどうだとかっていういろいろあるけども、でも誰を非難したところでね、これ始まんないからね。だからやっぱりね、これはなんていうのかな、まあ同じようなこと言いますけど、やっぱり我々一人一人がですね、やっぱりはっきりしたメッセージをね、やっぱり出していかなくちゃなんないと思うんだよね。まあね、この私の YouTube なんかも、まあね、まあ、どれだけの影響力あるかどうかは分かんないですけれども、やっぱりね、いろんな方が今やこういうね、自分なりのメッセージを発信できるわけですから、やはりこうね、一刻もこの状況からね、どういうふうにしたらいいかっていう、そういう強いアイデアを持って、逆にその、まあ、政治を動かすというようなことじゃないとね、やっぱり政治ね、やっぱり政府からのメッセージだけで、いやー、それは良くないとか、どうとかこうとは言ったって始まんないから。だからやっぱり逆に、我々一人一人がね、やっぱりこう政府を動かすような強いメッセージをね、多くの人が出していかないとこれは始まんないね。一人一人じゃね、これはいくら的確なメッセージでもね、どうにもなんないから、やはりこうね、多くの、川の流れじゃないけど、やっぱりね、大きな川の、ね、こう強い流れにならないと物事は始まりませんので、まあとにかく、まあ、私なんかもね、まあ、どれだけ、果たしてメッセージが世間に送れるかどうか分かんないですけど、まあ、思いだけは強く持って、まあ、できるだけやっぱりね、いい形になるように、まあ、メッセージというまではいかないかもしれないけど、自分の考えをですね、いろいろと、発信できたらいいかなと思ってます。まあ、できるだけ多くの方がね、やっぱり発信した方がいいと思いますよ。これはやっぱりね、誰かが発信してるやつをね、それは違うとかどうとかってね、それはもう誰でも言えるからね。だからやっぱり批判してるうちはダメだよね。やっぱりじゃあ自分が発信する立場になったら、必ず逆にですね、その自分の発信してるやつに批判されるからね。だからもうね、それはつきものなんだけども、だからやっぱりこう批判するんじゃなくて、まあ自分なりの考え方を強くメッセージを発信するということがね、今や大事なんじゃないかなと痛切に思っております。まあ今日はそんなことを、お話しいたしました。ありがとうございます。